サイゼリア社長、日本政府に激怒。昨日、サイゼリアの社長が記者会見にて、日本政府が、ランチも感染率が高いと注意を呼びかけたことについて、今日もまたランチがどうのこうの言われて、ふざけんなよと。大手飲食チェーンで働いている人は多い。外食はシャレにならないぐらい追い込まれている可能性があると。 発言いたしましたこういった飲食店感染症対策を行っている店舗もございますが残念ながら店舗の入り口に消毒液を置いているくらいで対策をほとんど講じていない店舗も大量に存在してしまっております現状日本政府は飲食店における感染症対策のガイドラインを 作ってておおりりまますががこのガイイドラインがほとんんど守られておりませんそういった飲食の場において残念ながら感染拡大が起きてしまっておりますのでまずは社長さんサイゼリア以外の飲食店を巡り感染拡大の原因になっていないかどうか 自らの目で確認された方がいいんじゃないでしょうか。また現状政府は補助金としては雇用調整助成金やさらに日銀が手形や社債などを借りれて大企業に対しても資金提供を行っておりますので現状ある程度の支援はすでに講じられております。政府は 飲食店で感染した方が家庭や病院、高齢者施設にウイルスを持ち込んで感染拡大の原因となっていると分析しておりますので、原因を取り除こうと飲食店に対応を要請するのは当然でしょう。このサイゼリヤ、私もたまに利用させていただいておりますが、ぜひとも現時点において、 飲食の場において感染が拡大しているという事実がございますので、サイゼリヤだけではなく、すべての飲食店の皆様には、可能な限りの感染症対策を講じていただき、これ以上、政府がさらに強力な要請を行う必要がないように、まずは自主的に対策を講じていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。